超重大発表があります。マスオ TV。 はい、マスオ TV です。はい、皆さん今日はですね、私マスオテレビ東京に来ております。というのもですね、じゃーん、見てこれ、オハスタって書いてあるんですけど、今日ですね、ここのね、オハスタでなんか記者会見があるらしいんですよ。で、僕もね、YouTuber として記者会見の様子をですね、撮影させていただけるということで、こういう風にカメラ持って参上いたしました。で、そのね、記者会見で何やらものすごい重大発表があるらしいんですよ。ということで、記者会見しっかりマスを撮影していきたいと思います。では行ってきます。ということでですね、記者会見の場に来ました。これからなんか重大発表があるようです。楽しみだな。本日はお集まりいただき誠にありがとうございます。それでは早速改めて本物だ。よいよです。新レギュラーメンバーは元オハさんの井上さん、ラップ大好き声優の木村すばるさん、そして人気 YouTuber のマスオさんです。おれマスオでーす。ずっと取材してました。いやー、オタク、お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。じゃあすいません、まずじゃあセンターください。センターください。あ、センターでいきます。はい、おー、はい、次はーです。はー、元気よくいきましょう。はー、はい、すいません。ということで、私マスオオハスタ火曜新レギュラーに決定いたしました。いやー、すごいことですよね。オハスタのレギュラーって、しかもね、僕 YouTuber ですし、もう何が何だかよくわからないっていうのがね、正直なところでございます。ですがですね、決まったからにはオハスタを盛り上げるべく、自分ができることをしっかりやっていきたいなとね、思ってます。で、正直ね、僕も思ったんですよ。なんで僕なんだろうっていうね。なんか一応聞いてみたところ、なんか今までね、やってたことが全部いい感じで生きたみたいです。というのもですね、この前のね、ワールドホビーフェアの時にオハスタの生放送に出させて、たまたまね、出させていただいたんですけど、その時にね、子供たちとこうね、ゲームする姿がすごく良かったみたいなんですよ。なんか僕ね、4年前ぐらいからかな、全国で生きてくれた子供たちと一緒にゲームをするみたいなイベントに出演してたりして、子供たちと一緒にゲームするの慣れてたりとかしたりとか、あと僕マスオゲームズやってるじゃないですか。だからいろんな本当にね、ジャンルのゲームをしてるから、そういうのもね、生きたみたいです。いや、正直ね、そのすごい光栄すぎることでちょっと悩みましたけどね、僕で務まるんだろうかみたいなね。だって僕 YouTuber じゃないですか。言っちゃあれですよ、喋る引きこもりですよ。部屋の中でさ、喋ってさ、編集自分でタカ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 ってしてさ、まあ、自分の思い通りにできる動画ではなく、今度はテレビっていうね、しかも生放送なんで、なかなか失敗できないじゃないですか。だからそういうところでまたね、今までとは違ったスキルが必要になってくる。しかもいろんな方とね、やり取りしながらやる現場っていうことで、いや、俺にで務まるんだろうかっていうね、心配もあるんですが、まあね、心配してもしょうがないね。人生気の持ちようっていうことで、どうせだったらもうね、ものすごく楽しくね、オハスタ新レギュラーで頑張らせていただけたらなと思います。母親に相談したら、そんなお金払ってでも経験させてもらえない、やいみたいなこと言われましたね。この経験がですね、またね、マスオ TV とかマスオゲームズを見てるね、視聴者さんのね、皆さんに動画の中でまた還元できたら一番いいなと思ってるんで、ぜひですね、応援していただけたらなと思います。
で、僕が初めて出る回は4月7日火曜日からになります。あの、マスオのね、テレビレギュラーデビューをぜひ皆さん、見ていただけたらなと思います。テレビ東京系列朝7時5分からになっておりますので、ぜひよろしくお願いします。いやー、これからさ、毎週火曜日はすっごい早起きになるとかそういう心配もあるけど、とりあえず頑張ります。はい、ぜひよろしくお願いします。ということで皆さん、今回も最後までご視聴いただいてありがとうございました。超超重大発表でした。以上、マスオ TV でした。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。Twitter、Instagram もやってますので、ぜひフォローよろしくお願いします。